思い出しました。全部思い出しました。僕たちはかつて本当の人間でした。人間のどこにでもいる子供だったんです。そして僕たちは魔法実験によって兵器になりました。最強の兵器を作るために繰り返された実験、やがて究極の魔法兵器が生み出されることになったんです。その兵器の名前は毒語ですが、毒語は制御不能な失敗作でした。暴走した毒語を封印するために作られた石化能力を持つ兵器、それが7号。僕のことです。僕は兵器だったんです。たとえ兵器でもエミールはエミールだ。ありがとう。これが究極兵器6号。僕のお姉さん。生きてる。お姉さんは最強の兵器だから。だからなんだ。その魔力を手にすれば僕にだって石化解除ができるはず。でもどうやって。お願いです。約束してください、うん、もし僕がお姉さんに飲み込まれてしまったら、僕は僕じゃなくなって皆さんに危害を加えてしまうかもしれない。だからその時はやめろ。殺してくださいね。おい、助けろ。エミールを引き戻せ。分かってる。もう誰も失わない、そう決めたんだ。エミールはまだ完全に取り込まれておらぬ。今ならまだ間に合うぞ。当たり前だ。奴には魔法しか効かぬ。動きが速い。ではエミールも傷つけてしまうぞ。魔法攻撃だってダメージになるだろ。いや、エミールは剣より魔法の方がマシだ。なら魔法で奴を止めて無理やりにでもエミールを助ける。
うとエミールまで負傷してしまうぞ。魔法攻撃で奴の動きを封じるのだ。エミール、今助けるからな。早く戻ってこい。
エミール。お姉さん。起きて、エミール。お姉さん。僕は。大丈夫。まあ、いいの。これからはずっと。大丈夫か？僕、生きてます。お姉さんの魔力を感じます。石化を制御できてるんです。いいから早く出てこい。怪我しておらぬか？待ってください。目がまだよく見えなくて。どうした、エミール？ボタンや！これは…おかえり、エミール。よく頑張った。僕、体が、うん、こんな呪われた体で皆さんの前に。言っただろう。何があっても俺たちがついてる。俺の顔が見えるか？はい。僕が想像していた通りの顔してる。とってもかっこいいです。そうか。もう大丈夫です。こんな姿になったけど、もう人間もどきですらないけど、悪いことばかりじゃありません。この魔力さえあればカイネさんを元に戻せるんですから。エミール。さあ、カイネさんのところに戻りましょう。僕の姿を見て別の意味で固まらないといいけれど。バカ者、そんな無駄口は叩かんでよい。